茨城県佐島郡五花町内埼玉県道、茨城県道二百六十七号札幌境線は、埼玉県札幌市から、茨城県佐島郡五花町を経て、茨城県佐島郡、境町までを結ぶ、一般県道である。途中の都根川に橋が架けられておらず、河川敷内の区間が未供用、さらに、茨城県佐島郡境町内の区間は、通行不能になっているため、事実上は、 埼玉県沙手市と茨城県佐島郡五花町とを結ぶ道路となっている。茨城県佐島郡五花町内の交通の基幹道路であり、新4号国道から国道4号へ流入する車両や沿線の住宅からの通学者、工場への通勤者等で、埼玉、茨城県境付近を中心に交通量は多いようである。全線にわたって歩道が未整備である。なお、 道路線においては、バイパス道路が整備され、埼玉県佐手市東から、茨城県佐島郡五か町元栗橋までの区間が共用されている。途中の埼玉、茨城県境を流れる中川には、令和京として、埼玉県によって加強されている。ちなみに、このバイパス計画においても、利根川に加強することは予定されておらず、佐手境線という名前とは裏腹に、 この道路のみを通って、埼玉県佐手市と茨城県佐島郡境町を行き来することは、将来にわたって不可能であり、実質は、埼玉県佐手市と茨城県五化町間の路線となっている。1959年10月14日、新たな県道として、埼玉県北勝鹿郡佐手町を起点とし、茨城県佐島郡境町を終点とする区間を、 本路線とする県道去って境線として、茨城県が県道路線認定した1995年に整理番号267となり、現在に至る。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。ありがとうございます。